り一人でね、喋れないんだよね。あんまり一人がいすぎるとね。何をしましょう。もうちょっと離れてればね、近いんだよ、距離が。まあ、さっき、プロテインバー食べたばっかりだし、物見山行っちゃいましょう。はい。じゃあ、物見山に行きましょう。はい。こっちですね。ただ、物見山山頂でも飯食える場所があるのかはちょっとわかりませんね。ラーメン湯がいたいのに。ラーメン湯がいたい。湯がえるって言うのかな。もう茹でるなんですけどね。インスタントラーメンはすぐできるんですけどね。一応また、鶏肉が具のおにぎりが持ってきてますけどね。まあいいや。なんか、煙が、焼いてますよ。焼いてるね。ああ、住んでらっしゃるんだ。本当に車で来るのもね。こんな感じです。わあ、いいとこあったけど、取られてるな。あ、トイレありましたね。トイレあります。休憩スポットもありますね。あ、売店みたいなのありますね。売店があります。アイス売ってますわ。でもいいところは取られちゃってるな。しょうがないよね。天気いいし、人いっぱいだし。右で、あ、右ですよね。物見山って書いてあるね。右が物見山山頂。お、山頂か？人いっぱいな。もしかしたらもう山頂かもしれない。早いな。山頂っぽい。あ、ですね。物見山山頂の景色です。何が見えるっていうわけではございません。皆さん休憩しております。休憩する場所ないな。人が多い今日は。どうしようかね。遅刻は12時半、降り始めて1時間ぐらいか。おにぎり食べます。いいです、いいです。うまい。そしてここ涼しい。今日暑いからね、めっちゃ。うまいけど、ご飯の、ともにいい景色はございません。はい。気持ちはいいんだけどね。私はこれを見ながらご飯を食べています。うん。食べてるの。はい。うん。美味しいです。なんか、うん。いいんだけどね。いいんだけど。はい、昼飯食べまして12時45分、とりあえず五条の滝もしくは北向一蔵みたいな、まあ、そっちの方向行って武蔵横手という駅へ降りてと思います。はい、一応下山かな。下山
うお。参拝地蔵いいんですよね。高砂市の大宮さんです。よっしゃー。宿屋の滝、宿屋の滝でトイレあるんだ、右は。で、俺はこっちの北向かい地蔵、北向かい地蔵の方行って五条の滝ですね。あのお父さんからレミオロメンをカバーしてる誰かの声で、南風でしたっけ、あの歌流れてましたね、はあ、誰がカバーしてるんだあれ。ガラスの国に迷い込んだ僕の心は見透かされる。君はまた愛をまた欲しいのさ。背中までいっぱいで目が覚めるような声がもっと聞きたい。人が前から来たらどうすんだよ、お前。多分おかしいやつともらえるんだろうね。だお、なんだこれ。あ、なんか、いられてるわけではないのね。めっちゃ怖いじゃん。4月15ですって最近じゃないですか。あ、鈴屋ラジオを携行するな、携帯するなって書いてますね。だからだ。愛をもっと欲しいのさ。だからあのお父さんはさっきレミオロメンを流してたんだね。に見たな、はい、案内板。これか。これが北の海地蔵ですね。はい、はい、で、おお、で、こっちをちょっと下休憩場所って感じですかね。終わりましょう。わからない。見るところがよくわからない。武蔵横手駅方面に行きましょう。ちなみに今時刻が13時18分ですね。2時間ちょっとぐらいか歩いてます。書いてますね。五条の滝と武蔵横手駅、はい、こっちか。こっちか。こっちはもう人いないね、全然ね。さっきのあっちは座ってたね。日和田さんとか。物見山までは、ね、いっぱいいたな。なんか、いい感じですね。いや、いい感じじゃない。ここ。あったんですね。はい。
このまま行きます。人のお家がいっぱい出てきた。あれが五条の滝ですね。なんかあの滝周辺で飯作れる場所あれば飯作れるんですけど、ないね。ベンチもないし休憩する場所もなさそうだね。差し横手駅に向かってる最中ないね。しょうがない。何も起きないな。何も起きない。何もない。林道歩いてるだけだろ。辛い。辛いぞー。あー、ブーンだって。ブーンだって。私の周りをブーンだって。ずっと待っとけよ、虫も。一回回るならよ。ずっと駅までついてこいよ、もう。飽きねえんだよ、そっちの方が。虫、頼むよ、虫、動物。軽めに絡んできてよ。綺麗。すごく綺麗。もうそろそろじゃあ駅じゃないか？もうこうお家が出てきたってことか。横手駅近。もう着きました。はい。武蔵横手駅に着きました。はい、無事武蔵横手駅に着きました。現在時刻が14時10分、11時に日和田山の登山口から、出発しましたので、まあ、3時間ぐらいですね。はい、昼飯作るつもりで来たんですけど、まあ、それなかったんで、まあ、3時間ぐらいで終わっちゃったんです。非常にでも歩きやすかったですね。はい、最初の男坂はまあ急な岩場だから、まああれは大変でしたけど、まあすぐ終わっちゃうしね。あとは全然楽勝でしたね。めっちゃ楽勝。うん、最後の何だろう、下山する林道が一番きつかったですわ。何もなくて、うん、まあいい運動ですね。いいハイキング、本当にいい低山ハイキング、いい天気でしたし、うん、安心して歩けるんじゃないですかね。本当はね、今日このラーメンを作る予定だったんですよ。カルディで見つけた味噌ラーメンを作ろうとしたんですけどね。ラーメンを茹でるような感じなかったね。人いっぱいだしね。喋ってるとうるせえからさ、俺みたいなやつは。うん、なかなかあんまり、聞き場所が広い場所とかに、ね、人が少ない時ないとかなんか、ね、あと無言で作ることになるんで、今日はちょっとやめちゃったっすけど、まあまたなんかいい機会に作ります。はい。要するに、腐るもんじゃないんで、とりあえずこれは。ただこれのために用意してきた、ネギと生姜は、もう家帰って使います。ネギと生姜。これにサバ缶ぶち込むんですけども、はい、っていうやつをね、作りたかったんです。まあ、これはまた、今度作りますね。てな感じで皆様、いい運動に行く人も、反応を秩父ラインに来た際は、ちょっと登ってみてください。という感じで、本日のおじさんの低山ハイキング終わりたいと思います。皆様、それでは、またねー。ウキヤマ。愛をもっと欲しいのさ。な林道の方が疲れるしだよこれだよ。林道って歌ありましたね、昔。あれ何のアニメだっけ。すごいアニメ。林道じゃないけど、林道なんだっけ。あれなんていうアニメだっけ。あれですよ。ライグマ・ラスカルとか、フランダースの犬とか、なんか、ああいう系の、昔のアニメ。
だったら、絵のタッチとかその感じがね。それのエンディングテープ。リンドン、リンドン。テテ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 テじゃなくて、リンドン、リンドンみたいな。リンドン、リンドン。これはリンドン。え、リンドン、リンドン。わかんない。なんだっけ、それはもうどうでもいいか。それどうでもいいな。うん、君をもっと愛をもっと欲しいのさが背中までいっぱいで目が覚めるような声をもっと聞きたくて近づいたいわ。あ、誰か来たらどうするんだよ。見てください。もうなんかもう、なんかもう家だった。危ない危ない危ない。